ボジクヨージェフは、ハンガリー出身の元サッカー選手、サッカー指導者、政治家。ポジションはミッドフィールダー。1950年代にマジックマジャールと呼ばれた、ハンガリー代表では、右ハーフとしてプレーし、中盤の指揮官として、パス能力とリーダーシップを発揮して、攻撃陣を束ねると共に下がり気味のフォワードを務める、ナーンドルヒデクチを支援した。ボジクは11歳で、 キシュペスト AC のユースチームに入団すると、1943年のバシャシュ SC 戦でトップチームデビューをした。クラブは、その後、陸軍のクラブ、本米ドとして生まれ変わったが、フェレンツプスカシュラと共に5度のリーグ制覇に貢献。1956年のハンガリー,ドーラン後もクラブに泊まり、1959年のミトローパーカップ優勝に貢献するなど、 リーグ戦447試合出場33得点を記録した。ハンガリー代表としては、1947年8月17日のブルガリア戦で代表デビューをすると、1962年4月18日のウルグアイ戦で代表から引退するまで国際 A マッチ101試合出場11得点を記録した。ボジ軸は1952年ヘルシンキオリンピック金メダル。 1954年の FIFA ワールドカップスイス大会準優勝に貢献した。1953年にウェンブリースタジアムで行われたイングランドとの親善試合にも出場した。この試合で、ボジ軸は巧みなパスワークでイングランドを翻弄し、50分にミドルシュートから5点目の得点を決め6から3の勝利に貢献した。現役引退後は、 政治家として活動する一方で、古巣の本米土の取締役に就任した。同クラブの監督として1966年1月から1967年9月の間に47試合を指揮した。その後、1974年にハンガリー代表監督に就任したが、健康上の問題のため短期間で退いた。1978年5月31日に、 心不全により死去52歳ボー生前の功績が称えられ、本米度のホームスタジアムはヨーゼフボジクスタジアムと解消されている。ありがとうございます。